け抜けです。終わり？終わり。いやキツー。キツー。当たって当たって。じゃん。きついよね。さあみんなで天井へ走り出しますか。向かいますか。じゃあ奈々さんはまだだ。さっき終わったからこれから天国ですよね。そう。通常時ですね。何も起きないですね。なんとか誰か一人でも上位に入れないと。はい。何してんだっていう話。今日、ね、全部残りのミッション。行く勢いだったんですけどね、まだ間に合うね、全部全然まだ間に合います。全然ここから行ける。一旦投資の計算させていただいてもよろしいですかね。はい、大丈夫です。みんなで勝つっていうミッションもございますの で、ね、私が36本で玉200枚です。私が24本のほぼ0枚です。今の時点で60本ですか。で、ランコロは、ランコロは、今から2枚目に入ります。あ、じゃあでも3人で北斗無双を打って70本80本ぐらいか。そうですね。4000枚。4000枚。あ、上位入ったら一瞬だ。誰かが上位に入ってもう一人がなんかこう粘り切ってくれればいけるかなみたいな。2人で上位入れたらほぼ大丈夫じゃないですか。そうだよね。はい、2人とも北斗無双の最高記録枚数どれぐらいなんですか。私が5000枚ちょっとかな。私は、3500枚ですね。あ、じゃあその最高記録いけば間に合うね。間に合います、間に合います、うんうんうん、まだいけるじゃん。やる気出てきた。じゅんちゃんってさ、周りのお友達、リアルお友達もさ、はい、パチンコスロットする子いるの。それが一人もいないんですよね。むしろ私友達にお仕事のこと言ってないんですよ。あら、それはないでしょ。この間やっとおお、なになになに、また500です、当たりました。あら、あれサプライズ。あの、めちゃくちゃ弱かったです。実現ムス253、サトシ25本です。だって今、純ちゃんから当たりそうの時は当たりそうっていうの毎回いただいてたけど何もなかったから、あの、ありえないぐらい弱かったです。それでも当たるってことが分かったのは、はい、いい情報です。勇気をもらえます。あれ、今までのやつで一番何もなかったんじゃないですか。これ一瞬だったね。で、お、来るのか、来るのか、あ、青苦しすぎる。ポチョン。オッケー。天国でございます。185ゲーム。ちょっと本当にお願い。はい、よし。ありがとう。これでやっと2連ですね。だからもう一回行けば今日最高記録になれますね。よし。チャンスです、これは。応援しよう、これは。引いたのは無双目だけです。あー、あんま減らない。あー、奥義も出ない。一撃、あー、連打、倒れるんだ。よし、これで電源の3連目です。青ならは絶対これで。まだわかんないね。ピープーなってほしいです。やらかした。いやいや、新記録だよ。まあまあまあ、でも今日3人ですか。あ、ここからもあるんだ。びっくりした。喜ばせてくるね。初めて見ました、この方。まだこんなのがあったとは。やったね。よし、大チャンス。なんで、とりあえず引こう。
チェリー欲しいね、チェリー欲しいですね。ナビ、ナビが欲しいな。いやでもナイス、よしよしよし、すごいね、これで行ったってこと、行きましたよく引いた今のチェリー、でもさっき引いて欲しかったかも。よし、ありがとう。4点目です。ちょっと天寿スキルの大事さを知ったから、ここはスルーで、ナイス、いいね、全部女です。今上手、お上手、お上手でした。どんどん行こう、どん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 行きます。じゃあ、純ちゃんがどんどん行くっていうお言葉をもらったんで、ちょっと6枚目入れます。あ、ちょっと先輩すいません、私も3枚目渡していただきます。すごい、追いつかない、どうしよう。これ、もしかして1人出してるだけじゃ追いつかない可能性あります。2人背負ってますからね。そうね、重いよね。強いやつだ。あ、女来たよ。あ、女だ。女来たよ。女来た。じゅんちゃんが好きな女来たよ。じゅんちゃん好きなの？わかんない。僕のシリーズの女最高って毎回見るたら思った。女来たらすごい喜んでくれるの。いいから。あ、女だ。あ、女だ。なんかスケト親父みたいですね。熱い。おお、イエーイ。でもさ、ランク外天国天国天国。そうなのよ。441だよ、ここは。もしかして割とないの？めっちゃ早い、軽い方でしょ。もしかしてなんでこうなるかね。全然簡単じゃないじゃん。北斗さん、むずいじゃん。なんか違う。聞いてた話と違う。もうなんでよ。正式に謝罪をしなきゃいけないかもしれない。面白いなって言うべきじゃなかったのかもしれない。面白いんだけどね。面白いです。まだある？泣いちゃいました。悲しい悲しい悲しい。何もできなかった。何にもできなかった子ないよ。初当たりいっぱい引いたじゃん。物足りない。物足りない。ミッションゼロ、出玉もゼロ、元気もゼロ。まだ残り時間ありますから。まだ、あー、いやもしかしてこの展開で無双ハマってますか？そんなことありますか？100行きました。あ、先輩お願いします。もう先輩に全て。女、女来たよ。女来た、可愛い女、ブルンブルン女、最高です。よし、62本、1433カルマ。まあ、私は当たったんですけど、どうされるんですか？まあ、一旦ちょっとこの台は辞退そうだよね、これちょっといい、やめ時だからね、はい、これ以上はっていうところで、スロットをこのまま打つのか、ミッションちょっと改めて確認して相談します。どうするか、ちょっとだから、まあ今から狙えるって言ったら、フリーズミッション、プレミアミッション、うん、あ、プレミア、ちょっと周り見に行きますか。見に行こうか、じゅんちゃん一緒にね。じゃあちょっとその間にお願いします。頑張ってます。全てをもう委ねます。はい、打ったことあります？フェアリテールあるよ、一回だけ。私ゼロ回なんですけど、面白いですか？面白いよ。行きますか。行きますか。ここ、これパチンコのプレミアもいいんですか？パチンコのプレミアもセーフですか？プレミアアップできますもんね。
いや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 。オフにしますよね。それは約束しますけど。見てください。ちゃんと見ていきますよ。プレミアム出現アップ。オフにしてました。え？駆け抜ける？いやなんかここ最近あったスロットで。一番きついし、一番面白くないガチでまあ、レアク引いたらいいからね。ある、ちょっと待って。下段に無双目が止まった瞬間、リプレイだったらもう終わり。無双目が止まった瞬間、話は変わるよ。いきます。もうぴょんぴょんでいこう。え、この台面白い。え、めちゃくちゃ面白いんだけど。え、こんなひりつく台ある？ちょっとなんか二人がいる手前あれですけど、ちょっと今感動してるもんな。涙出そうなぐらい嬉しい。ありがとう。あぶねえ。3回目でも1回目駆け抜け、2回目2連、3回目で、まあ、3連は嫌だから上位までね持っていこう。1日打って今日マックスの出玉で320枚、投資62本。まあ、まあ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 ということで移動してまいりました。ラオンさん、いきますよ。じゅんさん、私気づいたんです。この企画って守りに入る必要って全くないですよね。多分そうだよね。だって常に攻めの姿勢でいいですよね。薄いとこ引けばいっぱいクリアできるミッションがあるから、はい、これね、なんかラッキーダリが入るときフリーズだった気がする。だからラッキーダリが入れればね、ラッキーダリが入れてフリーズ出してプレミアムまで出しちゃって、2人で3万発ずつ出してサマエも余裕で食らっちゃってまた出してんじゃないのって言われるとこまでは想定済みです。もうね、見えたね、見えたよ。ラッキートリガー入れるためにはね、このエクリーチャージじゃない方のね、図柄揃いを引かないといけないから。なるほど。まずね、図柄揃えよ。で、図柄揃えたらもう勝ったみたいなもん。あ、なるほど。399で図柄揃えが来て、それで 70% でラッシュ、うん、で 15% で何もなし10ラウンドで、残り 5% でもう直行と。いけそうじゃない？なんかこれ多分勝ちますね。あれだよね。なんですけど、この2人はフェアリーメイルは知ってますか？知らないです。原作は知らないんですけど、打ったことは1回だけあります。キャラとか全然知らないです。あ、キャラ分かんないかも。当てます、名前。猫ちゃんね、猫ちゃんの名前ね、なんだろう。今の歯の血がちょっと待ってくださいね。三毛猫はまんますぎない？青いんですよね。あ、確かにね、青かった。でもなんかちょっと弱そうな感じだから、なんだろうな。ジャクソン。うーん、これ今のですよね、これ。あ、そうです、そうです。結構、ね、猫にちなんでる。ちなんでない。ジャクソン。正解はハッピーって言うんだ。いや、違うの。なんか見た目と相反してるな。ラッキーって感じじゃない。あ、ラッキーって感じする。ねえ、嫌われるよ。ガチ。え、ガチ。え、これはどういった作戦ですか？2人でラッキートリガーに入れて
あのフリーズもさせてプレミアも出して全部取りに行こうという作戦のもと座っております。ありがとう、本当ごめんね、申し訳ない、申し訳ない、マジで使いすぎちゃったからさ。私が今上位でしょ。今そうだね、上位何枚ぐらい、2000枚ぐらい。いやそんな早くないのよ。あ、もうちょっと1500枚ぐらい。やめよう、もう無理だ。あ、なんかボタン押してって言ってるよ。え、なに。おーおーおー、あったあったあった。あのジャグラー、マイジャグ、マイジャグラーの、なんかあの いろんなの出るじゃん、あれマイジャグプレミア。思ってたのと違う。マイジャグのプレミア狙いで行こうかなと思ったら、なんかめっちゃ戦ってくれてるからちょっと気まずと思って。開けるよ。え、気まず。開いてますよ。あ、でも夢見る、プレミアも許されるらしいんですね、パチンコ、うん、ただプレミアアップにしなければ。あー、なるほど、頑張って、あ、頑張ろう、最後まで頑張ろうね。頑張りましょう、おのおの頑張ろう。おのおの、もうここまで来たらおのおのね、力とか合わせない、もう。はい、それじゃあですね、喜びミッションのうちの一つプレミアムを出すっていうところで、ジャグラーもね、前回のミュウがプレミア出すぞって言って挑んでくれてたんですけど、まあ、終始はね、ドマイナスなんですが、ミッションをクリアするっていう一つ弾をもらうためにジャグラーに来ました。光ってくれなきゃっていうところではあるんですが、いや、きつかった、本当にきつかった、光った。光ったけど待って、これ大事だよ、こうなんか変わるかもしれないから。いや、こっちか、これだな。レバーと同時に変わることありますよね、プレミアになる可能性ありますよね。せーの、はい、普通に嬉しい。出玉嬉しい。ビッグでした。もうやめてもいいんですか。じゃんじゃんバリバリあるかもしれない。じゃんじゃんバリバリはもうプレミアなんよ。じゃんまり .tv のチャンネルでじゃんじゃんバリバリ流してもプレミア級のプレミアなんで、そこをね、もう時間はないんですけども、まだ流れるよね、ここ。ということで実戦を、終了したいと思います。ドエラや負けましたけど、まあ、純ちゃんと楽しくランコロと楽しく打てたので、あとはエンディングでミッション、最後まで、あのシークレットミッションがありますので最後まで見てください。お疲れ様でした。なんかしずちゃんが心配そうな顔してたけど、してました、覆してやろう、見ててやろう、うちらの実力。あ、トガ台に座ったのは理由があったんだねって言わせたいですね、うん、なあ、なんか来たよ、なんか来たよ、頑張れ、いけいけ。あ、待って待って待って、なんだ、あ、これやってもうた、やってもうた、ランさん、やってもうた、絶対引ける数字だもんな。うわあ、来た来た。え、ちなみに何パーにカスタムしました？何してるから50%ですね。50%。ランさん、行くよ。我らの頼みの綱。決めるよ。龍馬を守るためなら。守ってみせる。お願いします。なってやる、なってやる。うえ。これ
ですか？ライブ来てよ。ちょっと3年、ま、320引いた後すぐ399とか来た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 、先輩やりすぎです。ごめんね、でもちょっともうじゃあじゅんちゃん待ってたんだけど、じゃあ本気出すわそろそろごめん、やっぱゲストをね、はい、ちょっと輝かせないと思って、もう行くわ、いいとこ見たいです、お願いします。かい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 からの、どこに行く、何だこれは、何だこっからじゃないですか先輩、始まったか、えラインリーチですか、あ違う、この体を消したのに、これにかけるのです、フェアリーグリッターと言ってるよ、そうですね、先輩ならやれます、入れるね、決めちゃうわ、今から 70% を取ればいいんでしょ、 70% なんてもう取ってるみたいなもんだよね、はい、どう、おおおおおお、戻れ、おおよいしょまだわかんないからね、こっからですもんね、こっからこっから、やだやだよ、今の感じで当たるんだ、そう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 、いやーこっからです、うん、先輩でっかりちょっと先行っとくね、当たるとかあるんだまさかの、信じてなかった私たちのことを、いや普通に考えたら無理じゃん、普通の人は無理だけど、これはランコルだからできたこと、そうやっぱやる気が、3年に一度の日が来てるからね、じゃあ入れるっていう、お願いします、これもう右打ちやめていいのかな、え、いい、もう全力応援、よっしゃ行くよ、お願いします、待って、これいいパターンじゃない、これいいパターンじゃない、あ、一個も上がらない、いいパターンじゃないこれは、行ったでしょこれ、え、すごっすごいやったよ、マジ？すごいねえ、来たよ、あとはラッキートレが、もうラッキートレが入れるだけですね、じゃあ、じゅんちゃんと待ってるね、あれ私じゅんちゃんもまだ諦めてないらしいよ、え、打つのまだ、これは打ってます、これ打って、ベンチが切れちゃってるかもしれないです、ごめんなさい、刺すとこ間違えた、よそ見せて、これ始まってる、これ始まってるよね、頑張って待って、結果楽しみにしてるね、あの任せて、え、これ始まってる、よそ見してた、よしよしよし、ここでボーナスを引いて、あ、そういう形か、次回大当たり大転落まで継続、あと一息だよ、58分の1で当たるみたいです、よし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 、大丈夫なのかな、転落は97分の1です、引けない引けない、え、待って、でもアイリーンはダメって聞いたぞ、あー何ですか何ですか何ですか、なんか良さそうだよ、え、大丈夫、大丈夫じゃない、大丈夫なのかな、え、おい待って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 、いやいやそんな、いや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 、まだまだ21回転よ、え、頑張れ頑張れ、頑張ってくれ頑張ってくれ、ねえ、え待って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 、そうか、危なー、見間違えるとこだった、びっくりした、危なー、そうだよね、そんなまさかね、ランさーんラッキードリーかねえ、終わんの早くない、もうかけへん嘘でもボコボコにされて
れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったね。はい、楽しかったです。みんなちょっとずつなんか年取ってない？3歳ぐらいちょっと老けましたか ね、 今日の実践で。実践内容自体がどうだったかなんですが、今日いいんじゃない、もうやめる、うん、やめとこ。お疲れ様でした。それではじゃあ私から先に言おうかな。私がとんでもない今日マイナスを叩いてしまって2人に負担をかけてしまったんですよ。ミッションのうちの1つ全員でプラスを出すっていうところに足を引っ張ってしまいました。その結果ですね、投資2914枚、回収386枚のマイナス2518枚。前回と真逆の展開で本当に申し訳ないです。あ、本当だね。プレミアムは最後ジャグラーで光ったんですけど、普通ビッグだったけど普通。あ、ビッグだったんですか。ビッグだったけど普通。長くないもんね、ジャグラーのプレミアムね。では、お先に私行きます、はい、お願いします。別に何も言うことはない実践でした。特に取り上げるところもないです。投資が1880枚、回収が398枚、トータルマイナス1482枚です。まあなんかぼちぼち北斗無双で当たりを引きまして、あの普通に伸びなくて単発2連、最高でも4連とかで、最後ワンチャンスをかけてパチンコに行って、ただ楽しんで終わりました。ワイワイとワイワイと楽しんで終わりました。プレミアは以上。当たってないで、当たってないで、当たってないで、楽しそう。一番笑顔なんですよ。でもってことはそうだよね、まあ、何か救ってくれるってこと、まあ、見たでしょ、あの後ろ通って私が、うん、あの思い初当たりを引いた瞬間を、夢と希望でいっぱいだった。救ってくれるんだろうなっていう、お任せください。いいですか。はい、それでは私のパチンコとスロット合わせた投資が1504枚、回収が377枚、マイナス100、チョコ1127枚。ほぼ聞こえない、まあ、もうイヤモニ外してるんですよ、こっち。イヤホン繋がってよ、外してるんで。車のエンジン音しか聞こえないかなーって感じで。聞こえないですね。300、うんうんは聞こえました。全員じゃ回収同じぐらいだね。300だよ。300枚ちょっとずつ使って300枚ぐらい回収した感じですかね。だから3人の出玉回して、出玉1は6000枚もあるんで、ミッション3人合わせて1000枚ぐらい出たよ。そうですね、ギリ1000枚いかないぐらいですかね、多分。いちいち何してたんだろうね、今日ね。思い出せないんですよ。とりあえず苦しかった。苦しかった。苦しかった。だがしかし、だがしかし、はい、ミッションの方は、そうだ、我々にはね、抽選、パチスロー、どれもミッションクリアできてません。ただ、一つエンディングでもしかしたらクリアできるかもしれないシークレットミッションがございますので、そちらの発表を聞きたいと思います。お、来ました。このフード前回もありました。これはあのゲストの方に開けていただいてるので、今日はじゅっちゃんに、はい、わかりました、お願いします。なんでしょう、なんでしょう、困ってるよ。読みます。はい、七瀬静香と、はいはい、龍馬淳が何を書いたか当てろ。非常にまずい、非常にまずい。え、待って待って、ってことは私と淳ちゃんが書いて、それをランコロが当てるということで合ってます。それが見事正解すれば、今回のミッションがクリアという流れで合ってます。あ、書いたものを当てるだけで、いけるじゃない。淳ちゃん、絵心ある、絵心あるの。待って、うちの画伯だからね、超画伯だから。あー、まずい。でも私も画伯だから。いやでも、え、2人とも同じあれですか、お題ですか。やって、2個答えないといけないってこと。これ実践で勝つより難しい可能性あります。これ非常に高い。じゃあ、お題を今私たちいただきましたので、はいはいはい、両方とも正解しないと、ま、ポイントはゲットできないみたいなんで、はい、ランコロに分かるように分かりやすく書いていきましょう。分かりやすくね。分かりました。はい、はい、頑張ります。なんだろうな、え、マジで分からん。めっちゃ困ってるやん、もう分かんないんだけど、本当に私書けない。なんだろうな。まあいいでしょ。ねえ、わかってる。でもこれ以上書くものはない。できました。できました。はい。
の見せてもらおうかな。本当ですか？行きますか？大丈夫、任せて。私想像力豊かだから。それでは私の書いたお題はこちらです。いや、目先のものにとらわれないでほしいんです。よく見てください。あ、じゃあ答えは一旦待って、私の方も見てもらおうかな。そうする ね、ちょっと一旦ね。じゃあしゅうちゃん、はい、の方、私の方は2個、まあ、失敗して書き直し入ってるから。はい、 2パターンあるの。はい、両方見せてもらえる。両方同じなんで、いきます。こちらです。ちょっと待って待って待って、最初こっち書いたんだけど、ちょっと似てないからこっちにした。大差ない。一緒じゃないですか。何が違うの。でも分かる、私分かります。分かるんだ。わかるの？わかりますよ。当ててください、ランさん。どっちでも答えやすい方から答えてもらって大丈夫。今日一日一緒に歌仲じゃないですか。じゃあ、ヒント。ヒントあげます。ヒント。これ2個正解しないとポイントもらえないんで。ちょっと本当にお願いね。今日ランコールが全部見てます。見てる？見てんの私。この答えを見てます、ちゃんと。正解を。ガン見してます。ガン見してる？はい。え？もうちょっとヒント。色とかどうですか？色。あ、でも色危ない。黒なの？え、それ黒？黒。で、うん、誰かが乗る。誰かが乗る。あ、わかったかもしれない。今日見てたよね。見てた。今日見てて、はい、黒くて乗るもの。はいはい、答えの方。国王です、残すところは。緊張してきた。ちょっと待ってね。いや、色言います。純ちゃん詳しく色教えてくれるの。青いです。分かりました。見てますよね。分かったの、ランコロ。人の夢を打ち砕いたやつでしょ、これ。ポイントが今日本当に勝ちんこもスロットも、そして抽選の方も1個ミッションクリアできてないんで。でもさっき覚えたばっかりの名前だったらちょっと不安なんだけどな。ちょっとだけちょっと整理させて。あの、ジュンちゃんとの会話のあれをね、ジュンちゃんがこいつはあれって言ってたやつだよね。わかりました。出た。ポイントをかけた答えを、はい、お願いします。こちらはハッピーです。イエーイ。喜んでくれてる。ということで今回あれ、うん、シークレットミッション、ありがとうランコロ。おかげさま、ね、3人のね。そうだね、今日はこの3人でよかった。本当によかった。ありがとうございました。ありがとうございました。だ、今回もう1個しか取れなかった6つまで集まってないんだけど、それも毎回プレゼントの方があるということなんで、今回のプレゼントは何ですか。今回は見てくださった皆様に、エコバッグとぬいぐるみとサインとこちらの画伯たちの絵を色かなプレゼントしたいです。魔除けとかにいいんじゃない。魔除けと虫除けぐらいでちょうどいいかもしれない。こちらのセットで、はい、聞こえついてきたからラッキーということで、はい、お願いいたします。応募してください。お待ちしております。さあ、ということで、はいはい、終わりですけど、じゅんちゃんどうでしたっけ。なんか朝来た時は、あ、ミッション私が軽く3つぐらいあげちゃおうかなぐらいできたんですけど、なんなら一番取れたかなかった。いや、そんなことない。ちょっとうちら身が重かったよね。圧かけすぎて。オープンに抱っこで行こうっていう、ね、なんかフリーズ引いちゃおうかなぐらいできましたけども、普通に負けましたし、まあ、ただ次回もまた別のゲストの方が来てミッション開けるためにこう頑張るんですもんね。そう、おそらく次の方は私と仲のいい方だと思いますので、お、全てその方に託します。私の責任はあの人の責任だということで全部託しますので。ジャパニーメンバーすぐ人に託す人の集まりなの。自分でなんとかしようとかないんだよね。ないですよね。どうにかしてもらおうということで、はい、もうちょっとクリア頑張りたいなと。頑張ってください。ありがとうございました。楽しかったね。楽しかったです。ということでまたね、あ、イドムンもじゅんちゃん最後に。あ、そうなんです。このミッション全部イドムンから出てるミッションなんで、イドムン、ごめんね。何もできなかった。しょぼんでしてる。ごめんなさい。でも1ポイント取りました。
してくれたということで、次回はまたチャンバリーメンバーがゲストに来てくれて、残り4つですか、ミッションクリアできるように頑張りますので、また次回も見てください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。